はい、皆さんこんにちは。ただいま5月2日の夜の8時くらいだと思うんですけど、気温が9度ですね。もう寒い。でちなみに天気予報によると今日の朝は4度だったそうです。で、本当はね、これ今外に、例えばこれ電、これポリブルボンとか外に出したままなんですけど、これエアープランツ、これストリクタって言ったかな。で、これは薄根オイですとか、本当はね、中に入れたいんですけど、私がこのゴールデンウィークものすごい体調不良で、これイオナンタちょっと入れようかな、ちょっと後で入れるんですけど、私もちょっとゴールデンウィーク体調不良が続いてちょっと体力がなくて、でこの子コチョウラン、本当はこのコチョウラン家の中に避難させるつもりだったんですけど、私の体調不良でそこまで手が回らなくて外に出したまま、そして今日最低気温4度の時でも外にあったコチョウランです。これは私のお気に入りカヤランです。体調が悪い中、なんとかね、それでも避難できるものは、外から、この子たちを部屋に入れてはしてるんですけど、これは私のねお気に入りメディオカルカデコラタムです。でこれウツボカズラ、これから育てていこうとしてるんですけど、やっぱりちょっと昼間は暖かくていいんですけど、夜寒くて、夜はこうやって室内に入れてるんですけど、やっぱりその寒暖差とか、ちょっと私もね水やりとかがちょっとおかしくて、ちょっと葉っぱがねこういう風になっちゃって、本当に難しい、今の時期本当に難しいなと感じているんですけど、でよいしょ、はい、先ほどこちらは、外にあったコチョウランです。でこちらはですね、避難させて、家の中に避難させたコチョウランです。見た感じは、どちらも健康そう、健康かどうかは置いといて、体調が悪くはなさそうな感じはしてるんですけど、ただちょっと今回の反省は、コチョウランが最低気温4度でも耐えれるかっていうチャレンジをしたわけではなくて、いや、実はそんなことする気はさらさらなくて、本当はこの子、部屋の中に入れたくて仕方がなかったんですけど、もう本当にね、体調、このゴールデンウィーク、体調がすごく悪いんですよね。なんだろうな、この低気圧が原因なのかわからないんですけど、それでも体が思うようにならなくて、この子はずっとちょっと外にいる羽目になってしまったんですけど、それでも最低気温が4度でも十分耐えてくれています、今のところですけど。ただこういうチャレンジは、おすすめはしません。だけど結果的にチャレンジしたという結果にはなってしまっていて、でその結果として話すと、最低気温が4度でもこの子は普通に体調悪くはなさそうな感じではあります。こちらは、家の中に避難させたコチョウラン、どうだろうな、遜色あるかな、どっちがどうと言われても、こんな感じで、私のランの、チャレンジは続いています。最後にはなりますが、いろんな私のお気に入りのランがありまして、
今はこんな感じになっています。この子たちはいずれ木にくくりつけようと思っていて、でこの子たちは木にくくりつけたんですけど、最近の寒さで急遽部屋の中に避難させた子たちです。カトレアが中心に入っています。ということで、チャレンジは続きますということで、これはイオナンタです。今回は以上です。